どうもこんにちは、平井弘明です。今回はですね、本当の手打ちについて解説していきたいと思います。手打ちがいいとか良くないとか結構皆さん聞いたことあると思うんです。あとはですね、自分はどっちなの、体で打つの手で打つのっていう風にこうどっちだか分かんない方とかも結構いらっしゃると思うので、今日は手打ちについて詳しく解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。手打ちでどこまで上手くなれるのっていうこととかですね、結構質問を受けるんですけども、めちゃくちゃ上手くなります、手打ちだけでも。ちなみに僕、体と手の割合って言ったら本当8対2ぐらいで手です。なので僕が上手いって言ってるわけじゃないんですよ。手打ちだけでも全然いいスコア出たりとかですね、いいショット打てますので、正しい手打ちの打ち方を身につけるということが大切になってくると思います。結論言っちゃいましょうかね。結論は何回も前の動画でも言ってますけども、ほとんど多分ゴルフのスイング手打ちですなので手打ちを意識して打ってみた方がいいですかね。はい、なんでちょっと打ってきますが、手打ちってそもそも何って話だと思うんです。なのでまず体を使ってアドレスから腕の動きを加えないで、体の回転だけで、打つ。こんなニュアンスですよ。これがボディーターンというか、体で打つ、体の回転で打つような動作。ずっと体の正面にクラブがあって、体の回転とクラブが同調して動くっていう、体をこう使って打つショットと、最初から言ってるその手打ちですよね。体の回転とか体の動きがほとんど加えないで、手の動きでクラブをほとんどリードして打ってあげるっていうのが手打ちですかね。なんでこの大きく分けてこの2種類あるんですけども、それぞれメリットデメリットってあるんです。でまず手打ちのメリットっていうのは、自分が動いた動作をダイレクトに肌で感じることができるのが手打ちです。なんでここにクラブがありたい、ここにクラブがありたいっていう時に、そこにあるかどうかのジャッジをご自身がしやすいのが手打ちのメリット。あとは球筋を結構簡単に操れる、曲がる球とか、こう球を高さを抑える上げるとかですね、手打ちだとすごくしやすいです。デメリットとしては、まあ、球質がちょっと軽くなります。体を使って打つよりもふわっという感じの、まあ、ニュアンスの球が出やすいのと、あとは何日間とかって試合やって長続きしない、その初日の1打目と最終日の最終打のショット、同じ力感と同じ振りで打ててるかって言ったら、力が増してよく打ててる時もあれば、まあ多少疲労が溜まってロスして打ってる場合とかももちろんあります。あとはですね、ちょっとライが悪かったり、ちょっとこう深いラフとかではやっぱりパワー不足になりやすいので、いいライのところではすごく威力を発揮しますが、ライが悪かったりパワーを要するショットなんかにはちょっと不向きかもしれないですね、手打ちは。あとは逆に体を使って打つショットなんかはずっと大きい体の動きで動いてますので、安定感がすごいあります。体をこうやって揺さぶって打つとかではないですよ。ちゃんと体の動きにクラブが同調して打ったということですね。それが前提ですので、まあ、その安定感があるっていうのと、あとはそのすごい強いラフとかですね、パワーを要するようなショットなんかに体の力を使いやすいので、すごく向いているショットになります。どちらがいいとか悪いとかではなくて、もちろん使い分けできた方がいいんですが、そんなこう何種類もこうスイングって練習しないので、こう自分がこう得意なショットが来たらそこで威力を発揮できるショットを身につけるのがいいですよね。なのでこうヘアウェイ重視したいのか、悪いラインからナイスショット打つのを重視したいのかをいろいろ考えてですね、自分はどっちがいいかなんかも意識して決めてみるといいかもしれないですよね。打ち方なんかは人それぞれなんで、前回の動画とかでもアイアンの打ち方とかやってますけども、打ち方なんかはちょっと今日はやらないですけども、その体の使い方だったりクラブの使い方っていうのが正しければ、やっぱりそれなりにいいショットは打てますので、こう腕を主体にしてクラブを動かすのか、体の回転を主体にしてクラブを動かすのかっていうのを分かって
振っていただいた方がいいと思います。あとはですね、まあ、手打ちって言っても、まあ、腕全体含みますので、腕の力だったりとかですね、こう腕力、あとは握力ですよね。握力と手首のリストの力、リストです、リストの力、ここやっぱり手打ちって手首の力ってめちゃくちゃ必要なんですよ。やっぱりインパクトでクラブがガチンとこうガンって戻んなきゃいけないんです。なので手首ではなくて手首の力を使います。ご存知ですかね、手首をめちゃくちゃ強く使ってねって言って打ったらここ使うんですよ。なので手首って鍛えられないですよね。手首を強くするにはここを鍛えなきゃいけないんです。なので手首ここです。すごい風の強い日とかにローボールを打とうとしたりですね、ラフがすごい深いラフでいっぱい球を打った時に、こう手首を使った時に相当ここが張ってくると思うんです。それってやっぱり手首を強くこうキープしようとかですね、折れないようにしようとするとやっぱりここってすごい張ってくるんですよ。なのでここを鍛えてあげるとインパクトにクラブがガチンと戻ってきやすく、インパクトで当たり負けをしないので、できればこの辺をこう張らせてあげて使ってあげるイメージがあった方がいいですね。なのでその辺はですね、スイングの中に取り入れていただいて意識していただいた方がいいと思います。では今回ですね、手打ちについて動画を撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございます。